メロンと生ハム製、ハムメロンはイタリアとスペインの伝統的なオードブル。大皿での提供製ハムの薄切りをメロンの果肉にのせた料理。皿料理やカクテルスタイル、ピンチョスなど様々な形態で提供される。元来は保存食であるハムの強い塩味をメロンの甘みが和らげる、もしくはメロンの青臭さをハムの風味がカバーするという。 味覚上の相補性から発達した料理であると言われている。生理学的な観点では、メロンに含まれるカリウムは、生ハムに食塩として多く含まれるナトリウムと体内で、喫光的な役割を担い、両者を同時に摂取できる生ハムメロンはそれらのバランスを損ないにくい、点で好ましい食べ合わせであるとされる。日本では、主にマスクメロンで食される料理である。 しかし、日本のメロンでは、甘み香りが強く、日本の生ハムは、塩分が薄い。それにより、生ハムとメロンの風味が合わなくなり、好みが分かれる料理でも、ある一方、イタリアなどの生ハムは、塩分が強い上、メロンは、甘み香りが薄い野菜に近いものである。日本で作る場合、マスクメロンでなくマクアウリアまだ売れ切っていない、プリンスメロンを使えば、 イタリアで食されるものと比較的近いものになる。日本の普及の背景には昭和時代中期以後の国産メロンが食されるようになった時代とバブル時代の海外料理専門店の増加も関係する。特に炒め飯ブームではメディアに取り上げられることも多くなったことにより日本全国に広く周知されるようになった。炒め飯ブーム自体は沈静化しているが現在も食される料理である。 ありがとうございます。